どうもロンチン TV です。本日はですねドラゴンクエストウォーク、こちらの動画をやっていきたいと思います。はい、ということでね、今回はレベルキャップ解放とか新職業が来た時に爆速でレベルを上げる方法をやってきました。まあ、この方法はレベルキャップ解放などがある15時のアップデート前にメタルホイミンの祠を集めるというものです。で、一応ね、今日めちゃくちゃ雨降ってたんだけど、こういう風にカッパを着て集めてきました。まあ、俺ちょっと鬼滅の刃で言うと善逸が好きだから、ちょっと黄色いカッパを今回買いました。まあ、あと全身見るとちょっとねアッシマーっぽさもありますよね。まあそれはいいとして動画をご覧ください。はい、ということで今回はですねスーパースターの最速爆速レベリング方法をやっていきたいと思います。実際に実践してレベル1からレベル何本まで上がるかやっていきたいと思います。で、この方法は次にまたレベルキャップの解放が来た時にも使えます。そして次に基本職が来た時にも使えるし、上級職が来た時にもまた使うことができる方法になりますので、まあ、ちょっとね一緒にどのくらい上がるかを見ていきましょう。はい、そんな感じでね、雨の中取ってきたよ。まあ、取ってきたけどね、雨であんまり取れなかった。6個か。まあ、6個あればね、今ね、かけらがそんなないから、まあ、マックス8個だったな。それでは行きましょう。挑戦。あ、しかも1回目は0か。じゃあ9回はマックスか、だったかな。次もしね、解放あったら、このメタルホイミン法はね、後出し切りたい人にはおすすめかもしれないです。さあ、スーパースターレベル1、死ぬなよ。で、あとね、前回上げた動画で、この右上の動画なんだけど、で、右端と左端のやつは逃げる。真ん中はマジでほぼほぼ逃げない。だからなんか逃げるっていうコメントもあったんだけど、俺はまだ逃げたことはないっていう感じですね。あれ、こっちの方が早いんだ。で、なんで俺のやり方は、この動画踏まえてやると、この右をね、集中狙いして倒す。まあ、なんかデュアルカッターとかでもいいんじゃないみたいに思うかもしれないんだけど、右は逃げないから。あ、右は逃げるからね。これ右をやっとけば、あとは、もう何のスキル使ってもいい。これで行くのがいいと思います。で、あとはサミダレ突きしていくと。一戦すんだ。なんかレベルによって違うんかな。痛い。起こせ、起こせ。間違った。葉っぱじゃねえ。いや、もうなんかさっきさ、ガチャ引いたんだけど、ガチャがひどすぎてさ、もう動揺してる。こんな感じで、まあ逃げなかったらね、4体狩りとかもできます。まずは3体狩り。レベル17。いいな。いや、これちょっとさ、30個集めるとかもね、このメタルホイミン法が分かってからの次のキャンプ解放とかだったらできるよね。マジ一気に上がってやばくね、これ。17まで上がりました。やばすぎでしょこれ。これ1個目だから。よし、ちょっと続々やっていく。まあ、ちょっとさ、一緒に見ていきましょう、上がり幅を。で、結構ね、まあ、必要経験値とかも明らかになってくれば、まあ、レベル何本まで上がるとか分かるかもしれないんだけど、楽しいな、これ。ちょっと楽しいな。ちょっと待ってね、心つけます。で、レベルがすぐ上がるからね。ここで一旦心をつけた方がいいと思います。で、まあ、俺いつもやってる感じではこんな感じで、HP にして、まあ、まず最初にこのギガデーモンつけますね。HP とか多いし。まあ、バリゲーンとかでもいいけどね。こんな感じで、まあ、やってます。さあ、2個目。これいいでしょう。マジでさ、次か、解放とかなんかレベル上限とか、新職業とか来たら、30個やりてえな、30個。今回はな、この方法が発見されて1回目だから。それでも結構わかりそう。スーパースターレベル何で覚えるかは見てないな。結構覚えんじゃねえ、これ。いいぞ、これだ。はい、そしてこれですね。これで左右をやればマジで4体枯れます。で、天下無双、俺の場合は1本なんで、まずこっちを確実に買って、あとはね、一戦とかする。なんかメタスラの剣とかでもいいと思うよ。なんか、はやぶさ切り、メタルはやぶさ切りか。調査乱れをしないで一戦で左を倒す。
こういうやり方で 30% だから一応理論的にはまあほぼほぼ枯れるはずなんだけど、出ろ。まあね、なんかね発動そんなしないよね。お願いしますよ。ナイス。でこれで多分ほぼ枯れた。マジで逃げない、真ん中逃げないでしょ。これも結構試行回数も増やしたから、まあ、気になる方は右上の動画見てみてください。他にはね、一応経験値玉効果ないです。で経験値玉効果ないのはまあフィールドって書いてるから明らかなんだけど、一応コメント欄に経験値の玉をこれで集めてから使ったらいいですよってあったから検証してみたっていう感じですね。でマックス経験値を取ることができる。21レベル40ぐらいまで上がんねえかな。30ぐらいかな。おいしい。でこれ宝箱が落ちるから逃げないらしいね。さあ3回目いきましょう。一応スーパースターの確認したんですけど、レベル35で発するダンス、40でアンコールだった。一気に40いかねえかなこれ。3回目からはちょっとカットも入れていくか。はい、これで4体確定狩りですね。一応会心が出ないとダメだけどね、一戦の。逃げ、ナイス。ワンタンキルあるで。ナイス。4体。いやマジで左右やったら4体枯れるから、うまい。23レベル40はいかねえなこれ。30ぐらいかな。35になったらちょっとハッスルするか。ハッスルしたいな。ちょっと今回ね、強敵とレベル上げ両方あるからな、結構忙しいよね。でガチャも一応ある。やっぱ4回目、レッツゴー。1匹逃げられたわ。ただこれは3体狩りだな、これ確定だな。 OK。レベル24。30までは余裕でいくな。一気に30いく方法。はい、5回目。3体。OK。レベル25。30かな。30ぐらいかもしんねえ。6回目。よし、逃げなかった。4体いけるかな。眠っていく。踊り子じゃなきゃ遊び人だった。ちょ、待って。落ち着け。ん、まずい。ワンチャン逃げないでくれ。ナイス。4体狩り。盛り上がっていく。そう、全員まれに入るらしいね。スカラあんのか。強いかも、スーパースター。ちょっと待って。意外とこのスーパースターのリーダースキルの検証になったら。スクルトじゃん。一段階だけど。え、強いかもな、スーパースター。早速なんかスーパースターの強みが見えたかもしんない。そしてレベルが27。ちょっと待って、全体スから1段階あんのか。それは強えわ。ちょっとマジ強い可能性出てきた、スパスタ。で、しかもヒーラーできないな。大義とかをさ、打った時じゃん、スパスタの発動。だから、ヒーラーとして入れるんじゃなくて、やっぱブーメランとか、ボルケーノイップとか持たせて、参加させるって感じかな。で、あとはね、週末メタルダンジョンもいるので、これもやっていきます。一応これ合わせてレベル何本になったか。一歩も動かずに何レベル上がるか見ていきましょう。30ちょっといかないぐらいかな。さあ、核変起きろ。まずは逃げなかった。オッケー、フル。まあ、このダンジョンは最後のメタホイが逃げないでほしいよね。もう全員逃げなかったわ。全員枯れました。今のところフル。次メタホイ逃げないでくれ。そういうところだよ。待て、一番大事なのはメタホイなんだよ、このダンジョンで。OK。残ったやつは全員借りました。経験値が8万ほどか。
はい、ということでね、一瞬でレベル1からレベル28まで上げることに成功しました。このあとね、何個か集めればレベル30も一気にいけるかもしれないですね。で、このやり方おさらいすると、レベルキャップ解放、あとは新基本職、新上級職来た時にまたやることができると思います。で、やり方は、まあ、15時より前、その解放される前に祠を集めといて、15時になった瞬間に祠を全解放する。で、そのためにルーラポイントを集めとくのも必要ですし、まあ、あとはメタルホイミンの祠も集める必要があるんですけども、まあ、アップデート直後にいきなりね、新職業とかをレベルめちゃくちゃ上げることができるので、皆さんもね、次回からもこれ使えるんでやってみてください。ちょっと次回やったらメタルホイミン30連発やっていきたいと思いますので、気が向いたら次の動画も見てください。ということで、のっちん TV でした。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまたな、バイバイ。